すまなかった。無駄だ、お嬢。自分の傷の程度ぐらいは分かっておる。もう助からんわい。聞いてくれ。お嬢に詫びなければならんことがある。すまんな。以前和也にお嬢から離れてくれと言ったことがあるのだ。かの者は人間と関わりを持っておるからの。そんな和也に思いを寄せれば、お嬢もまた人間と関わることになり、いつかきっと裏切られることになる。若い頃の俺のようにな。だがお前は言っておった。この相手になら裏切られても構わないと思うことこそ信じるということなのだと。俺はお前を思って人間を信じるなと言って聞かせていたつもりだったが、いつかの俺とお嬢を重ねて見ていたのだ。自分が人間に裏切られたから、お前も。お嬢、あやつらは強敵じゃ。だが策はある。かの者に勝利するため、お前に奥義一の太刀を授けよう。
今まで黙っておったが、お前には古き時代の鬼が持っておった特別な力があるのだ。かつて鬼たちは絶命する時、己の記憶や技を仲間に伝えたという。 これが奥義一の太刀だ。この力を正しく使って、あやつらを救ってくれ。お嬢なら絶対にできると信じているぞ。 やはり、もっと早くお前を、ヤセの里へ返すべきだった。そうすれば月島王も、こんなことには。
それだけは分かってほしい。お前は俺にとって大切なものだ。おじゃ、木の枝から手を離すのだ。いいから手を離せと言っておるのだ。平気だ。お嬢の体は俺が支えてやるから。まったく向こう水なのも困りものだな。怪我はないか。お嬢のことだから野草でも摘もうとして足を滑らせたのだろう。その怪我じゃないわい。どれだけ心配したと思うておるのだ。無茶を大概にせい。悪いと思ったら最初からするでない。泣けば済むと思ったら大間違いだぞ。誓って嘘を言っているわけではないのです。誰も嘘をついてるなんて言ってませんよ。それより詳しい話を聞かせてください。ここで何があったんです？はい、実は。
いくら鬼でも先端の力を無尽蔵に使えるわけじゃないってことですかね。困ったものじゃのう。大阪方との全面対決を控えておるというのに、このようなことになってしまうとは。全然困ってる様子がないんですけど、これからどうするつもりなんです？一応僕にも目的はあるんですけど、八千代さんみたいに酒呑童子さんに殺されるのは勘弁って感じなんですよね。そうじゃのう。好きにせい。何それ、好きにしろってどういうことですか？修羅や先端の力を使って徳川家に天下を取らせるっていうのがあなたの目的でしょ？私の目的が徳川家に天下を取らせることじゃと？はて、そんなことを言うた覚えはないのじゃがの。何を言ってるんですか？現に今まで。お前の目的は豊臣家の人間の命じゃろ。わざわざ行動を縛らんでも、お前は豊臣家を動かしているもの、三成の命を狙うはずじゃ。それはこの私の目的にも合致しておる。じゃから好きにせいと言っておるだけじゃよ。